ネットが一番辛い民進、野田佳彦幹事長、党勢回復に苦しい胸の内。産経ニュース。ネットが一番辛い。民進党の野田佳彦幹事長は、12日、都内で、自民グループ、自民連合との対談に臨み、インターネット上で、民進党への批判が強いことについて、我々に、非常に厳しく、自民党に、非常に甘い状況が生まれていると苦しい胸の内を語った。野田氏は、旧民主党時代から、ネット対策は、自民党より早かったと言及したが、今は批判ばかりとも指摘。発信だけでなく受け止めることが大事。みんなで決して耳を傾ける運動をしていかなければいけないと強調した。反対のための反対しかないなどと批判される国会対策をめぐっては、カジノを中心とする統合型リゾート施設 IR 整備推進法に反対した例を挙げ、カジノは反対だが、観光立国は賛成だ。茨の道だが、個別の問題点を正しながら反対するところは反対するしかないと述べた。これに対して、ネットでは以下のような反応が。釣りじゃなくて、マジでそういう認識なの？バカすぎるにも程があるだろ。世論調査はネットじゃねえぞ。仕事しろ、文句を言わず真面目に仕事すれば、勝手に支持率は上がる。仕事をせず、文句ばっかだから支持率下がるんだ。マスコミに擁護されすぎて、まっすぐ国民の声聞けなくなっただけだろ。甘ったれんな、まともなら叩かねえよ。マスコミだけおかしいんだよな。ネットで批判が多いのは、マスのみな、報道の自由で報道しない、民進党の悪行の数々が閲覧できるからだ。ネットてか、民意だよ。残念ながら、ネット上だけではないんだわ。ネットが、自民に甘い？お前らがクソすぎるから、自民支持するしかないんだろ、バカかこいつ。ネットはマスコミみたいに忖度してくれないからな。何でも反対、何でも反日で受けるのは、団塊世代の老害左翼くらい、もう、そんな、反対のための反対戦術は通用しない。マスコミの世論調査見て、自民と民進の戦力比考えろよ。お前らは、7倍の敵と戦ってる自覚を持ちなさい。ネットが自民甘かったら、小池は勝ってねえっつーの。ネットより、選挙結果の方が厳しいだろ。ネットの批判機にするんなら、とりあえず、有田と小西だけは、SNS で発信するのやめさせた方がいいぞ。ネット民挑発しまくってるから。あいつらツイッター民が有権者っていう認識ないんだろうな。毎回毎回炎上させて無視したりブロックしたり、民進党の支持率上げないように頑張りすぎ。ブロックされてたやついたよな。民進党って有権者のことなんだと思ってるんだろう。今はジジババもスマホ持ってるからネットつなげるのに。マスコミは自民に非常に厳しく、民進党に非常に甘いわけだが、すべてが自分たちに甘くないと気が済まないのか。誰もがネット端末を常時携帯してる時代に何言ってんの？ネットだけじゃなく世論調査でも、選挙結果でも傾向は同じだろ。マスゴミだけがおかしいんだよ。支持率を確認してみ、たったの 6.7% な。ネット、マスコミ以外から情報を得てる国民に味方してほしかったら、まず、正直に、情報開示しよう。党首の戸籍謄本公開、山尾のガソリン詳細、辻元の疑惑解明、その他過去に遡って解明し反省し、公開しようか。自民党だけに求めるんじゃなくて、自分からやろう。自分に、甘く他人に厳しい姿勢が支持を得られない最大の理由だよ。お前ら自身のせいだろうが、よ、尖閣の衝突ビデオ隠蔽とか死ぬまで忘れんからな、絶対にだ。これは訳すると、ネトウヨウ罪。民進党の邪魔ばっかする気。ってことでいいの？要約すると、政権取ったら金盾しますってこと。表現の自由に対する挑戦状だよこれは。笑いながら、日本死ねなんて言う議員もいるし、こんな党を誰が応援すんだよ。新聞だけが、情報源のやつは、ハス砲の二重国籍や山尾のガソリン、小西有田の暴言出現、岡田のセミナーの金、辻元学園、後藤のパワハラや泥酔事件知らないんだろうな。パヨク連中は信じられないかもしれないが、政府にも自民にも厳しいと思うけどね。ただ民進がバカすぎる上にマスゴミに守られているから、その反発が大きい。
これ民主党政権でかなり経験しているはずなのに、全然反省していない。